右上 YouTuber のリコちゃんと、ね、はい、やっていきましたけども、お世話になりました。今回の運転もアニさんです。アニでございますね。今回はどこに行きらっしゃるんで、方面的には、はい、静岡の方に降りてって、はい、yes. そして、yes. ちょっとだけ船に乗って、船に行って釣るわけではなく、ちょっとした島に行きます。初めて離島へ、はい、そうですね、行きますね。行ってみたいと思います。うん、だからずっとね、離島とか行ってみよう行ってみようって言ってたんでね。そう、今回やっと、まあ時期もシーズン的にももう釣り日和なんでね、お、うん、頑張っていきたいと思いますが、はい、ゲストのお二人は、はい、いつも通りです。イエーライティー、うわはい、スーさんとアニちゃんでございますね。はい、譲り合うなよ譲り合うなよ、長えだろ、もうだいぶ慣れたはずだろ今日はね、しかもそれプラスで、はい、ゲストさんもいらっしゃるそうなんですよね。今ちょっと迎えに行ってます。そうなんです。わー、ヒントください。何？ヒントは、ヒント、お魚好きな人。いやいやいや嫌いな人連れてったら大丈夫。まあそうね、まあそうね、まあね、まあそうね、確かにね。釣り番組というか、うん、釣りのね、うん、番組なんであれですけど、しかもなんかここあれでしょ、初師匠になるかもしれないぐらいの、すごい俺らよりも詳しい方、ユーモアのある方ってこと。そう、いや、ユーモアか分かんないけどユーモアか分かんないけど、はいはい、そう、魚とか釣りに詳しい方がね、はい、ゲストなんで、ね、じゃあ今日も皆さん頑張っていきましょう、はい、というわけでドラゴン、ボーイ、ボーイ。そうなんで、はい、ご紹介いたしますよ、はい、来ていただきました。はい、はい、誰か紹介して。はい、はい、はい、どうもガリガリ君のなってますよ。ですよ。でもガリ君を食ってます本当に。でも俺翔子さんのネタで唯一すげえ前に見て面白って爆笑した思い出があるのが、ドラえもんの絵描き歌書くっつって最後コロスケになるって。ああ、それも22年やってます。そうね、翔子さん今回ゲストで、はい、行ってみたいと思います。でもしかも翔子さん今まで釣りをすごいやってきたんですよね。師匠です。教えた話はないけどさ。いやでも本当ね、俺長崎の佐世保出身で、そうなんすね。子供心ついたら釣りが遊びだった。ちょうど俺はガンダムとかファミコン世代なんだけど、はい、全く、はい、もうガンダムとかあんなの宇宙だから嘘だろ。釣りという現実が俺には全く宇宙じゃねえと、海だとスケールちっちゃいなと思ったら嘘ついてるよ。釣り歴ってどれぐらいなんですか。今47だから、はい、ほぼ47っつったらもう0歳からやってることないんだけど、48年ぐらいやってんじゃねえ。毎朝生まれる前から用水の中には魚いなかったけど、さすが面白い。そんな感じで今日は5人で頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
じゃあ早速港の方に行きましょう。はい、じゃあ兄さんよろしくお願いします。さあ兄さん着いたよ。はい、着いたよ。しもう汗だくです。これから船乗ってっていうか、ショウゴさんが似合いすぎなんだよ。俺のエギがついてるからさっきなんかエギなくして初ショウゴ昨日の聖望館で煽りやってて、あーあれ初ショウゴ行くんだと思ったらキードキャン、あれ武器が違うライン全力。今日はもうショウゴさんのテーマはエギ回収。エギ回収忘れ物を探しに行く旅ちょっとかっこいいですけど平気なんですもんね。みんないなくなっちゃほら向こうに見えるのか。聞こえてねえかも。はい、着きましたよ。到着。イルカがいました。ってさ、そこのさ、コッパがすごいのよね。でも下にスズメダイみたいなのもいる。すごい魚群。パチンコだったな。出まくりなのに。綺麗ですね。じゃあ早速ちょっと、はい、釣れるぞ。いや、うわー、赤旗何度でも言う赤旗アンディ、一つ言わせてくれ。釣れたら釣れたって言ってくれ。はい、いいっすよ。今、腹打ちしましたよ。お魚さん。よし、じゃあ、アンリの、ほら、サビキがもう得意になりましたね。はい。ことは、みんなにサビキとは何なのかを。サビキとは何なのか。はい。今、実践をしてほしいなと、思います。はい、じゃあ、サビキとは何なのか、はい、実践していきまーす。後ろには師匠がいますけども。寝かかりです。寝かかり師匠サビキ教えてくださいやりづらい。じゃあちょっとファミリー向けに、はい、やっぱ子供たちがねやるには一番いいサビキ釣りと言いましたね、うん、はい、全然あの人絡まって進みませんけどもね、黙々と進めていきたいと思います。説明を始めようかなと思ったら引っかかってるとね。はい、餌かごがあるわけですね。あ、いいですね。手袋をすると女性の方はいいかもしれませんね。はい、ということで準備できました。はい、できました。そしたらどうするんですか。はい、ここのあガイドですね。はい、を外すとお
下に落ちましたね。はい、で糸がちょっと時間を待って、はい、そしたらもう一回ガイドをカチッと止める。あ、ガイドを戻してと。そしたらはい、ちょっと待って、ちょっと待って、ピュッピュッ、おーおー、なるほどなるほど、あ、なるほどなるほど、その疑似エ、あの偽物の、餌が生きてるように見せていると。ここだよ、おー、なるほどなるほど、ここだよと、やると、来る、あ、プルプルした、おー、引いてる引いてるなるほどですねはい、ありがとうございます。ノーカットで。ちなみに釣れたものは金魚。正解。念仏祭。念仏祭ですね。はい、ということで、ね、これちょっとね、ニックネームが金魚。おお、取り方も上手くなりました。はい、はい、ということを唱えておりますね、はい、ということで、じゃあ大きいのが来るまで、大きいのが来た。大きいさ。あなたのことですよ。あ、俺。よろしくお願いします。